さあ、それでは具体的にメトロノームを使った練習法を紹介したいかと思います。まずはですね、メトロノームをテンポ120に、して4分の4拍子で設定します。こんな感じですね。で、この動画では一応練習フレーズを用意します。こんな感じですね。こんな感じです。4弦5フレット、3弦4フレット、3弦7フレット、これこの、3音だけですね。で、最後はこの、3弦4フレット1234っていう感じですね。四分音符で1234、1234って感じです。もしこれが少し早い、テンポ120でこれを弾くのが、早いなと感じた人はテンポを落としてテンポ100ぐらいで、このぐらいでもいいかもしれません。でもし、このテンポ100ぐらいで、弾ければ101とか102ぐらいで、ほとんど変わってないですけどね。でこういう風に102ができたら103にして104にしてでどんどん上げていって、目標のテンポまで練習していくと、このフレーズだけじゃなく今コピーしている楽曲とかの、フレーズ弾けないものがあったらテンポゆっくりから、メトロノームを使って練習していけばいつかは、どんなフレーズでも必ず弾けるはずです。では一応、テンポ120にちょっと戻して、ここから今のは、普通にメトロノーム4分の4を120で使って普通に、練習した例です。普段の練習でもこういう風にメトロノームを使って、使うことでリズム感を鍛えることができるはずです。で、もっと効率的にリズム感を鍛えようかなということで、まずですね、このメトロノームっていうのは、一種ガイドなわけですよね。リズムの、補助みたいな感じです。でこういうガイドを少しずつ、外していってあげる。まず、外す補助としてガイドとしてはこのアクセントを消すことですよね。こうさっきは4分の4拍子で1拍目に必ずこうアクセントがあったかと思います。これがあることによって1拍目がどこかっていうのがすごく分かりやすかったんじゃないかなと思います。でこれを外すことによって自分で4拍数えないといけないっていうのが生まれます。このフレーズなど結構簡単なんですけれども、自分で必ず1拍目 1,2,3,4 で数えるっていうのが大事です。はい、ちょっと複雑なフレーズとかをやるときはこういう風にアクセントがなくなるとあれ今何拍目だっけなっていう風になりがちですので、こういう風にアクセントを外して、自分でちゃんと1拍目を意識できるようにっていう練習が効果的です。では続いてですね、補助をまた外していきたいかと思います。こういうガイドの、4拍今鳴っているのでこれを半分にテンポ60に設定しています。こんな感じのすごくゆっくりなテンポになりました。でこれで、テンポ120で弾きます。どういうことかというとまず、1拍目と3拍目にこのメトロノームの音を当てます。1234 1234 1234。はい、こんな感じです。テンポを半分にすることによって、メトロノームを半分に鳴らすことができるんですね。ですので、こういう風にすると今1拍目と3拍目にメトロノームの音が鳴って2拍目と4拍目が無音になりました。こういう風にすることによって自分で、1拍目と、1拍目じゃないな1234っていう拍をしっかりと自分の頭の中で数えれない と、フレーズが弾けなくなってしまうんですね。でこういう風に自分で、リズムをすごく感じれるようにする練習です。さらに今
今1拍目と3拍目にしました。で今度はこの裏にしてみます。2拍目と4拍目にメトロノームを聞いてみます。同じくテンポ60でこれを、1234 1234っていう風にやります。で弾いてみるんですね。はい、こんな感じです。こっちの方がですねちょっと難しいのかなと思います。1拍目がメトロノームが鳴ってくれないので自分で1拍目を正確に打ち出す必要があります。これって結構1拍目って誰かが正確に打ち出してくれるとそれに乗っかるっていう傾向がある人にとってはすごく難しいトレーニングになったんじゃないかなと思います。自分で正確にここが1拍目ですよっていう風にリズムを正確に自信を持って打ち出せるようにするトレーニングです。ぜひですねこの2拍4拍でメトロノームを聞く、楽曲のテンポの半分にメトロノームを設定して今みたいに 1,2,3,4 の2拍目と4拍目にメトロノームを当てて、ぜひ練習してみていただければなと思います。かなり効果的で、慣れないと結構難しいと思うんですけども慣れるとリズムにすごく自信が出てきますのでぜひ、チャレンジしていただければなと思います。この2拍目と4拍目って、このドラムの、このスネアドラムの位置なんですね。こういう風にやることによって、すごい実践的な練習にもなりますのでぜひ皆さん、2拍4拍1拍目1拍3拍結構意外と簡単にできると思いますのでこの2拍4拍でメトロノームを聞いて練習していただければなと思います。